デイビッド・マーティンによる、肖像画第7代、リーベン伯爵及び、第6代、メルビル伯爵アレクサンダー・レズリー・メルビル、1749年11月7日1820年2月22日は、スコットランドの貴族、政治家、1754年から1802年まで、バルゴニー教の儀礼称号を使用した。第6代、リーベン伯爵及び、第5代、 メルヴィル伯爵デイビッド・レズリーとウィルヘルミーナ・ニスベットの息子として1749年11月7日に生まれた。1773年から1776年までグランドツアーをした。1785年、スコットランドキリスト教知識普及協会に入会した。1786年から1820年までスコットランド税関監査官を 1794年にファイフ副党官を1798年にファイフの民兵隊の中佐を1806年から1807年までホイッ党員としてスコットランド貴族代表議員を務めた。また300ポンドの年金を受け取っていたという。1802年6月9日に父が死去するとリーベン伯爵とメルビル伯爵の借位を継承した。 リーベン伯爵とメルビル伯爵の称号を両方とも使用した人物は第七代リーベン伯爵が初めてであり、その理由は1802年のメルビル子爵創設とされる。1805年にはメルビルを生に加えた。1820年2月22日にメルビルハウスで死去、息子デイビッドが爵位を継承した。1784年8月12日、 ジェーン・ソーントンと結婚、5男3女を設けた。ありがとうございます。